YouTube 研究家に群がる底辺 YouTuber ども、聞け。俺の名前はごま塩野郎だ。あと聖ヨハンと歌えるも聞け。今年の夏に聖ヨハンが炎上して、柴田さんがあまりにも怖くなって、聖ヨハンはせっかく作ったチャンネルを頑張って積み上げてきたチャンネルが消えて しまった。聖ヨハンは今もう一度チャンネルを作り直して頑張ってるけど、以前ほどの勢いはないよ。だがな、このごま塩野郎は聖ヨハンの頃の動画、関連動画の中で YouTube 研究家を見つけたんだよ。今その動画はなくなってるよ。なぜかな、なぜだろう。 YouTube 研究家がいきなり売れたからかな。聖ヨハンの動画消えてるよ。聖ヨハンを擁護していた動画が確かあったはずなんだがな。それともタイムリープして俺の記憶が失われてるのかな。俺の数十年前の中学生の時に聖ヨハンの動画を消してしまったのかもしれない。おい、歌える、聞いてるか。あの頃の聖ヨハン絶対伸びるはずなんだ。俺の予言は当たったんだからな。 YouTube 研究家は売れたんだよ、バズったんだよ。次は聖ヨハンの番なんだよ。そして歌える、今こそこの YouTube 研究家のこのバズってる現象を歌にすべきじゃないか。そして今さら YouTube 研究家に群がっている奴らどもポキポキポキってなってんじゃねえよ今。なあ、もう連絡するって俺を便乗しないで、これから売れる若手の YouTuber を探して宣伝してあげてくれ。売れたやつにだけ便乗しないでくれ。もっともっと周りを見て、若い目の才能のあるやつを見抜いて、それを YouTube 上で紹介しろ。自分だけが便乗して売れようとするな。